エドメさんこんばんは。ブガッティディーボのですね、デビルズナイトということで、最終日残り19分と、なっております。結構ギリギリですね。まだ上げれそうなものがあるんですよ。タイヤがですね、これちょっとリビルドいけそうなんで、これできれば欲しいんですけどね、タイヤ。さあ、じゃあですね、タイヤをかけて、ちょっとこのレースを行きたいと思います。まあ、残り3つなんですけど、最後のやつがどんな感じかわからないので、ちょっとですね、ここは、まあ、一発でタイヤをちょっと手に入れといて、で、まあ、1回余裕を見て最後のクリアしたいなっていうふうには思うんですけども、まあ、いつものですね、街が赤くなっております。まあ、これは普通なんですけど、最後から2つ目のやつですね、1個前のやつでも街が赤くなってました。まあ、それもちょっと動画にすればよかったなと思ったんですけど、まあ、ちょっと失敗しましたね。まあ、なんせもう残り時間がありませんからね、ちょっとゆっくりしすぎましたね。ゆっくりしすぎました。さあ、これをクリアして、よし、タイヤ来い。どれやどれや、これか。オッケー、来た、ナイス。はい、ではこれでですね、取り付けてリビルドと。あ、もう PR は変わらないというわけですね。はい、ちょっと、まあ、今回ですね、ゴールドを使ったんですよ。400ゴールドぐらい使ったんですかね。このイベント3のですね、ハンターがめちゃくちゃ難しくて、これがですね、だいぶちょっとかかっちゃったんですけど、いきます。最後いきます。最後もこれハンターですね。いけるかな?ほら、あ、もうすごい!何これ?なんか雷出てるやん。なんかさっきよりひどくなってますね。うわ、すごい!うわ!雷えぐい!雷えぐい!何これ。あ、でも結構どうやろう。あー、オッケーオッケー、抜いた抜いた、オッケー。あとはもうだいぶ離せそうですね。か、これ雷じゃないんか。電気が放電してるんですね。すごいなこれ。オッケー、どこやどこや、まだか。あ、これか。はい、楽勝楽勝ポン楽勝ポンでした。さあ、これでディーボゲットということで。いや、これ1個前も取っといたらよかったですね。まあいいか、ちょっと次からは1個前から行きたいと思います。はい、ということでですね、これ60ゴールドもらえますから、さあ設計図をいただきましょう。まあ、やっぱりですね、最初ら辺は結構順調やって、パーツを買うためのお金もですね、めちゃくちゃ有り余ってたんですけど、やっぱ7日目きついですね。7日目から一気にちょっとレースの難易度も上がるんで、7日目がやっぱいつもきついですね。はい、これでゲットということですね。さあ、ちょっと僕のブガッティディーボありますけど、あ、じゃあブガッティベイロンですね。ベイロンもハイパーカーなので、2代目のハイパーカーということでですね。え、何これ?あ、Z4 か。まあ、これはまあいいですね。ということで、僕のブガッティ・ベイロンスーパースポーツが 940PR と。あ、上ですね、上。ブガッティ・ディーボ 956PR ということで、上です。よかった。で、まあ、ここまでのですね、ハイパーカーとかになってくると、なんか下手にこれ上げてもですね、逆に下がったりするんですよね。リビルドしたらかな。あ、これちょっといっぱいありますね。プレッシャープレートつけてみるか。今956ですよね。あ、上がった上がった。やっぱこのディーボはですね、加速のところで結構上がるっていう感じですね。まあ一応ですね、一応パーツちょっと見てみましょうか。パーツ、あ、あるじゃないの。何これ、青くなりますよ。え、すごい。まあ、
これがでも普通ですかね。青が普通か、今考えたら。これまあデビルズということで赤になってるんですけど、あ、ボンネットもや。あー、すごいね。これはいいですね。なるほどなるほど。あ、これじゃあ色ってないんかな。あ、純正ホイールもこれ赤と青とありますね。これちょっと楽しいですね。そしてスカートもこれで色が変わると。あ、はいはいはい。あ、微妙に色が変わりますね。はい、ということで、まあ、これ普通の感じのですね、ディーボですよね。ちょっとカラー気になる。あ、そういう感じか。なるほどね。もうじゃあもうこれ全体で色を変えれるわけですね。あのベイロンは結構あのカーボンが多かったので色がですねあんま変わらなかったんですけど、なるほど、これはいいよ。もう色合わせるのが非常に難しいということで、もうこれでいきます。まあ、行きますって言うても、まあ、何も行くとこないんですけど。はい。ハイパーカー2代目ということで、嬉しいですね。さあ、じゃあちょっとここ飛んでいきましょう。OK。R35、挑みましょうか。めっちゃ飛ぶわ。めっちゃ飛ぶよこれ。ハイパーカーはですね、ナイトロも長いですからね。なんだ、いや、いいですね。はい、ということで、まあ、せっかくなので、まあ普通の方の色もですねちょっとやってみました。いや、これは難しいですからね。やばいやばいやばい。OK。封じ込め。封じ込め成功。封じ込め成功。R35、欲しいですよね。めちゃくちゃ欲しいんですよね。気になるんですよね、めちゃくちゃ。でもこれディアブロ SV もですね結構かっこいいと思うんですよね。さあ当たれ、これ OK、 来た。残り20枚ですよ。まだまだですよね。さあ、じゃあではですね、こちらの AMG GT も、 AMG GT こちらもいっちゃいましょう。ここ当ててね。あ、これ遅いわ。 AMG 遅いですよ。これはまあまあまあ余裕ですね。おお、まあ、だいぶ当たってましたけど、あんまり傷がないですね。やるか。よし、当てていく。さあ、じゃあ最後ですね。こちらの。3-2ですよ、3-2。これちょっとまあ3-2は、これいっぱいパトカーがいけるので、これを全部破壊していきます。
いやーでもこれハイパーカー2台目って嬉しいですね。やっぱ基本的に設計図とか集めていくときにハイパーカーを使ってるので、いつもベイロンばっかりっていうのに、ね、結構飽きちゃうというか、やっぱ早いから、まあ、ベイロン使ってるんですけど、もうちょっとこうなんか他にもあったら、まあ、もっとこう気分転換できるよなと思ってた。OK、パトカー全部破壊しました。いやーいいですね。はい、ということでいかがだったでしょうか。ですね、このディープをゲットできた方、ゲットできなかった方、挑戦もしてない方、まあいろいろいてると思うんですけども、まあ僕の中でですね、2台目のハイパーカーということで、今後ですね大事に使っていきたいなと思います。どうもご視聴ありがとうございました。高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。